型の整理具を言う衣類用ハンガーを刺すことが多いが、プランターハンガーのように衣類用でないものもある。なお、衣類用ハンガーは、エモン掛けとも呼ばれるが、ハンガーという場合には、広い意味では衣類に限らず吊り下げる形で、保管するための器具をすべて含み、コートを引っ掛けるためのフック付けのポールでできている、コートハンガーや三角形のハンガーを多数、掛けられるようにした、パイプハンガーや、 ラウンドハンガーなどを指すこともある。また、ベルトハンガー、ネクタイハンガー、ズボンハンガー、ソックスハンガー、傘ハンガー、ハットハンガー、バックハンガー、タオルハンガーといったものもあるが、いずれも、エモン掛けとは呼ばれない。本体の上部が、バーなどに掛ける構造になっており、衣類を掛ける、または、表示する方法で整理するための道具。 針金製と木製のハンガーハンガーは主に上着などの洋服を一着ずつ吊り下げて保管するのに用いるものを言う。フックがついており、それを棒などに引っ掛けて吊るす。最も一般的な形状は肩幅程度の緩く、くの字に曲がった棒、ないしは緩い曲線を描く三角形で同時にズボンを吊るすことができるものも多い。保管だけでなく、 洗濯した衣類を乾かすため物干し竿に吊るすのにも用いられる。木製、プラスチック製、金属製などがある。クリーニング店などで用いられるものは、針金の周りにプラスチックの被覆を施してフック付けの扁平な二等辺三角形に成形したものである。これは一時的な使用を意図したもので、長期間このような細い洋服がけに吊るしておくと、型崩れの原因となり好ましくない。 廃棄されたこの手の洋服が毛をカラスなどが素材として使うこともある。医療品店などでは洋服のサイズを表示するためハンガーのフック部分に取り付けるリング状のサイズチップも用いられる。ありがとうございます。